今でも中国潜水艦が日本周辺に近づいていることを知ることになります。今回はこの中国の潜水艦を詳しく見ていきます。アメリカの原潜が何かに衝突していたのはどうだったのでしょうね。海底ではどんな動きが行われているのかわからないですよね、一般人には。今年2021年も海中を潜航したまま航行する潜水艦には様々な事故が発生しており、2月には海上自衛隊の双竜が浮上時に民間船と接触、4月にはインドネシアのナンガラが不幸な事故で沈没している。この10月にはアメリカ海軍のシーウルフ級攻撃型原子力潜水艦の2番艦であるコネチカットが南シナ海の国際水域を潜航航行中に主体不明の物体と接触、乗組員12名に負傷者を出す事故も起きている。こちらはコネチカットが一体何と水中で衝突したのか不明とされているが、他国の潜水艦などの兵器である可能性は低いとみられ、クジラなどの大型の海洋生物が原因である可能性が高いとみられている。コネチカットは航行に必要な推進機関へのダメージはない模様で、グアム島の基地に帰投して、今後、詳細な事故原因の調査が進められるようだが、これから出されるであろう続報にも注目が必要だと言えるだろう。さて、そうした事故とは別に、2021年9月10日の午前中には、鹿児島県の奄美大島の東方の接続海域の海中を潜航したまま、北西方面に進む潜水艦の存在を海上自衛隊隊が察知、おそらく中国海軍の潜水艦だと考えられている。海上自衛隊では、この潜水艦に随伴していたとみられる艦艇が、中国海軍所属のルーヤン III 級ミサイル駆逐艦だと判別しており、この点からも潜水艦も中国海軍のものと推察した模様で、両艦を追尾し、動向を追ったという。ルーヤン III 級ミサイル駆逐艦は、昆明級 052D 型駆逐艦とも呼称されており、満載排水量約7000トン、全長156メートル、全幅18メートルで、最新の055型南昇級の前級にあたり、全25隻の建造が見込まれる中国海軍の主力駆逐艦だ。ルーヤン III 級ミサイル駆逐艦は、中華製イージス艦とも称され、アクティブフェーズドアレイ方式のレーダーを搭載、兵装も、70口径 H、BJ45、130mm 単装砲1機や、5860-2006型VLS を、合計64セルを備え、用途に応じた対艦、対戦、対空攻撃に対応する。折しも、この事態の直前には、南シナ海から太平洋方面へと進んだイギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群が、中国の潜水艦の追尾を受けていたとされており、これに連なる行動だった可能性が高い。この時のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、南シナ海からフィリピンのルソン海峡を北東方面に向けて太平洋に進もうとしていたが、随伴するデューク級23型フリゲート2隻が、中国海軍の093型小級攻撃型原潜2隻を探知した。これらは、デューク級23型フリゲート10番艦のリッチモンドと14番艦のケントであり、水上戦闘艦であるゆえに、自らが搭載する対潜ソーナーからアクティブソーナーを打ち出し、2隻の中国海軍の093型小級攻撃型原潜を捕捉した模様だ。これに加えて、クイーン・エリザベスらの空母打撃群の護衛を担当していたアスチュート級攻撃型原潜、アートフルも、それまでと別の3隻目と見られる中国海軍の093型小級攻撃型原潜を探知したとされ、
同空母打撃群の対潜哨戒能力を示した。デューク級23型フリゲートは満載排水量4300トン、全長 133.00m、 全幅 16.10m で、1990年からの10年間で全16隻が建造され、そのうちの3隻はチリ海軍に売却され、イギリス海軍では残りの13隻を運用中である。デューク級23型フリゲートの主兵装は、主砲としての55口径 114mm 単装砲1機や艦対空ミサイルシーウルフ専用の VLS を32セル搭載、対戦用にはハープーン SSM の4連装発射筒を2機搭載しており、艦隊の防空対戦用途を担っている。クイーン・エリザベスらの空母打撃群は合計で3隻の中国海軍の093型小級攻撃型原潜を探知したことになるが、これら同級とおぼしき093型小級攻撃型原潜を全て別の潜水艦だと断定するには、艦ごとに個別の音紋を識別していたとみられる。ただし中国海軍の093型小級攻撃型原潜からの追尾を、いかなる時点でクイーン・エリザベスらの空母打撃群が探知したのかのタイミングは不明なため、イギリス軍側が一方的に中国海軍潜水艦よりも優位にあったとは判断しづらいとも言える。中国海軍の093型小級攻撃型原潜は、排水量が約6000トンから7000トンで、全長106メートル、全幅 11.5 メートルの艦体を持ち、091型艦級に次ぐ中国海軍で2番目の攻撃型原子力潜水艦で、2006年末頃から1番艦が就役したとみられている。093型小級攻撃型原潜は、ロシア製のビクター III 型原子力潜水艦の建造技術を取り入れ、従来の中国軍の潜水艦よりも静粛性を向上させているとは言われるが、アメリカ海軍の見立てではオリジナルに静粛性派を取るとされている。それでも093型小級攻撃型原潜は、2018年までに段階的な改良を施されながら全8隻が建造されたと目されており、2020年には海南島の基地に出入りする様子がアメリカの民間企業の衛星画像で捉えられたことでもよく知られる。中国海軍は093型小級攻撃型原潜に続く新型094型新級原潜の配備を2007年から進めており、今年2021年4月には7隻を就役させ、そのすべてを海南島の油林港を拠点とする南海艦隊に配備し、南シナ海の支配力の強化に乗り出している。094型新級原潜は、排水量が12000トンまで拡張されており、それに伴い、兵装も 533mm 魚雷発射管6門に加え、艦隊上部の背面には SLBM の発射筒を12機搭載し、対地攻撃能力、打撃力を大幅に向上させた潜水艦としている。この094型新級原潜に搭載される12機の SLBM の発射筒からは、最大射程距離がおよそ 6000km とも言われる巨波2型ミサイルの運用が可能であり、西太平洋から先に進めばアメリカ本土すら攻撃範囲に収める可能性が指摘されている。また中国海軍は練習用の航空母艦遼寧に続き、初の国産航空母艦である山東も就役させており、以後も003型と呼ばれるカタパルト搭載型の航空母艦建造を継続しており、これら空母打撃群の構成にはさらなる新型の攻撃型原潜も必須となるのだろう。さて、
9月10日の日本側の中国海軍所属と、おぼしき潜水艦への対応だが、このクイーン・エリザベスらの空母打撃群の一件と、時期的に重なる点からも、この時の093型小級攻撃型原潜の中の一隻だったと推察されている。今回、日本側で発見、追尾に従事したのは、海上自衛隊の鹿児島の鹿屋や、航空基地所属の P1 哨戒機、同神奈川県厚木基地所属の P3C 哨戒機、同広島呉基地所属の高波型護衛艦4番艦、さざ波と同長崎佐世保基地所属の村雨型護衛艦の2番、春雨だ。これら、海上自衛隊の艦艇、航空機の追尾情報によれば、10日午前中の発見後、中国軍所属とおぼしき潜水艦は、そのまま、奄美大島の北西方面へと潜航したまま進み、12日には、道東と横当島との間を抜けて、さらに西に向かったという。ただし、現状の国際法上では、他国の接続水域内を潜航したまま航行する行為自体は禁じられておらず、現時点では、あくまで挑発的で敵対的な行動として、監視を怠らないことしか対処方法はない状態である。